今季のロサンゼルス・ドジャースは負傷者の離脱が相次いでいるが、大谷翔平選手などの活躍によってナショナルリーグ西地区首位を守っている。後半戦になっても負傷離脱が絶えない現状に大谷がコメントしたと、米メディア、スポーツキーだのチラグダリア記者が報じた。写真日本人メジャーリーガー、歴代最高年俸ランキング開幕から負傷者が絶えないドジャースに大谷は、 ここ数試合は厳しい試合が待っていた。かなり接戦だったのに負けてしまった。私たちは仲間が帰ってくるまで前進し続けるしかないと語っている。厳しい戦いが続く中、ムーキー・ベッツ内野手とミゲル・ロハス内野手の離脱によって、ついにドジャースはニック・アーメッド内野手を獲得し、補強に動いた。この補強について大谷は、今いるメンバーで勝つことに集中しているが、 新しいメンバーが加われば、チームの一員として大歓迎すると答えた。主力が戻ってこない現状にダリア氏は、投手陣の一部は戻ってきたが、山本由伸とオーカービューラーはまだ復帰できる保証がない。ムーキー・ベッツとミゲル・ロハスが離脱したことは、ドジャースの内野陣にとって大きな交代であり、クリス・テーラーの戦線離脱がさらなる打撃となったと言及している。